心の移動診療所ドクターバス魔法号ドライバーはコニーです。よろしくお願いします。理事長くんの植月です。よろしくお願いします。します頭から突っかかるしわちゃわちゃしておりましたけど、うん、わちゃわちゃしました。はい、髪の毛みたいにね、コニーちゃんの髪の毛みたいに。魔法号遅延でさ、遅れちゃってるからもうね、もう道が混んでた。いえ、人気ドクターなんです。お人気が、ね、そうなんですよ。そうでしたかねみんな何番号呼ばれに行ってるわけ。そうやりましょうか、うん、16番の番号札の方は6進どうぞ。はい、ええ声、ええ声いいね。6番、なんか今6番でしたね。6番でしたねなんかね、そうですね、66番でもないんでそうですね、そんな大きい数字もない。そうか、番号だけなのね。名前呼ばれたいの、ね、ああ。そのパターンもあります。ありますね、うん、遠くの方からキリンさんどうぞ。いやいやいや、もうちょっともう元気になっちゃったバレたくないみたいな。今日5分なんだって。あ、しまったさあ、今日はタイトルは今日は、うん、タバコともう噛んでる。タバコともうダメ。タバコと男性更年期ついて。タバコ吸います？吸わないです。吸わないことになってます、うん、なっても吸ったり吸わんかったり。はい、それはちょっと、はい、でね、タバコって、うん、まあ、よくこう書いてあるのはこう肺がん、だってタバコの箱に書いてあるんだよ。恐ろしい買い方してるじゃないですか。海外のタバコすごいですよね、はい、真っ黒になったやつ写真載せて絵が書いてある、うんうん、ね。ところが、うん、タバコで、まあ、ちょっと気をつけないといけないのが、うん、膀胱がん。タバコが膀胱がんの理由の 60% はタバコ、っていうところからタバコの話を。肺じゃないんだ。そうなんですよ。上からこう上の方かなと思いつつも下の方まで影響あるっていう。まあ、でもいろんな、ね、リスクになるんでね、うん、まあ、特に言われますよね。そうなんですよ、うん、7割ぐらい。最近言われるのがさ、吸ってる人はもちろんなんだけど、吸ってない近くにいる人が、はい、であれちょっと勘弁してよと。勘弁してほしいですよね、うんうん、その3割ぐらいでしたっけね。なんか3割副流炎が原因で肺がん起こしてる、うん、どっかの芸人さんがなんか隣の相方がすごく吸うって言って、本人吸わないのにすごい肺の機能が悪くなってたってあったよね、あれ誰だったかな。なんかあったよね。あのほら法律もあるじゃない、吸っちゃいけないとかって、うん、一応罰金取られるけど、はい、取られてるの見たことないよね。まあまあ、うん、取るぞって言ってるだけでね。バルコニーもダメみたいな ねありますね、うん、そうなんです、まあ、あのね、まあ、男性 の健康っていうので話を僕らしてるんで、はい、まあ、その泌尿器もうちの中にあるんで、うん、まあ、ちょっと今日この話とかまあだけどね、あの女性にももちろんあの前立腺ではないので、まあ、膀胱がんのリスクはまあタバコあるとかね、あるんだ。あとまあちょっとこれに絡めて、はい、そのタバコのリスク、うん、ね、うん、あの前ほらあの奥様たちがご主人の健康を知ることで会話生まれるんじゃないかみたいな話しましたよね、うん、大事なしましたよね、はい、タバコ、タバコやっぱり ED の原因になります。あ、そうなんです。で、あの1日、なんか資料あったよね、20本、はい、40本と基準があるんですよ、うんうん、だからやっぱ20本以上吸う人は非喫煙者の 1.5 倍ぐらいなんです。近くで、あの実際にやっぱりそのタバコ吸うとやっぱその血流の問題が出てきますよね。やっぱりあのタバコって ED のすごい原因になるんですよね。うん、まあ、そういう意味でもタバコ良くないね。良くないですね。なんかその、うん、まあ、この話をしようとした時に、うん、男性更年期って言ったらこう男性がこうしぼーんとなってる、うん、でもタバコ吸ってる男性像ってちょっとかっこよかったりしないですか、うん、まあ、それに憧れて高校生が中学生が吸ったりとかありますけど、うん、男性力を下げるアイテムだったっていうこと、うん、テストステロンそのものもあの下げるリスクになるって言ってるんですよ、うん、タバコ、これ本当大事なことだなと思います。カッコつけてる場合じゃないね。カッコつけてる場合じゃないですね。うん、で、そもそもタバコってなんであの依存を起こすか、うん、あ、これいいですよ。これは聞いてください。いけないやつが入ってるの。あの、そうそう、いけないやつ
息すかねえやつが入ってるんですよ。ずーっと言わなきゃいけないやつが入ってるの？その口臭くの、いや、そんなんいいよ。これ砂大丈夫なんですね。あ、砂あ、これ忘れてた。あっって今思いましたけど、よくね、あるんですよ。タバコ吸うと落ち着くとかね、例えばタバコする人は向かい酒みたいなもんで、向かいタバコする人って依存性高いとこじゃないですか。すっきりするとこ言うよね。で、精神科でもね、よくそのタバコをどうしたらやめれるのかなみたいな話あるんですよ。だけどね、タバコってね、ニコチンでしょ、ニコチンってドーパミン、脳のドーパミンをすごい不活化させるんです、ドーパミンって快楽物質でしょ、まあ、興奮物質ですよね、ガーって意欲が出たりとか喜び、多幸感が出たりする、それでやめれないんですよ。ドーパミンが出ると依存を起こしちゃうわけね。あ、じゃあでも言ってることと実際が違うんだ、リラックスじゃないんだ、はい、っていうように、そうなんです。どちらか、まあ、そのリラックスの表現がこう気が上がるとか多幸的になるからそう感じるんですけど、 あれがやめられないんですよ、タバコ。 あともう一つね、ちょっとこれはなんか精神科あるある話なんですけど、はい、大きい病院とかでね、慢性期の患者さん入院されてるでしょ、そうするとね、やっぱりいろいろ薬多剤使ってる方多いんですよ、いろんな薬、で中にはそのドーパミンをすごく抑える薬ね、があって、でそれ統合失調症って病気で使う薬なんですよ、でそういった薬多い方ってものすごくヘビスモーカーの人多いんです、薬でドーパミン抑えられても僕タバコでドーパミン補充してるのかなと思いますもん。これ本当に科学的に自分でバランス取ってるのかしら。そうそうそう、多いんですよ。だから古い病院のそういう慢性期の病院とか行って喫煙所とか行くと、患者さんが来てものすごくタバコ吸ってるんです、若葉とか、濃いやつね、きついやつね、きついやつ、きついやつね、そういうのよくある。でも多分なんかそういうのを少し脳のバランスであるのかなと思って、まあ、どちらにしてもタバコってドーパミン不活化されるんで、それがこう依存になってやめられないわけですね。まあ、そこで、その禁煙外来っていうのができてるんですよ。でもそれも ほとんど受けてらっしゃらない、知らない。そうだよね、すごい通って、まあ、中にはそこ行ってクリアしたって人もいるけど、あんまり聞かないよね。そうですね。だ男性更年期とまとめましょうってなっちゃって、それは今思い出した、なんかそんな話してたんですよ、うちの禁煙外来やってるんで、その禁煙外来そのものも男性更年期とってとてもプラスの内容ですよね。その喫煙をやめること、まあ、っていうのはテストステロンの数値にも非常にいいわけで、まあ、もちろん健康考えてもね、膀胱がんのリスクも高いし、すごい大切な、ま、孫がさ、はい、こう、はい、この辺うろうろ巡回してるようになってさうろうろって聞こえがごめんなさい、何もすることないみたいな徘徊みたいね、徘徊みたいな、うろうろしてくれるようになってさ、はい、ちょっと良くなったでしょ、表現がね、はい、あ、よくなよくなよくな、今僕じーっと見てましたよ何言うんだろう、睨んでるわけじゃないんですよ、それで、はい、みんなね、男性更年期障害もそうだし、ちょっとね、みんな言葉にしだしたのよ。おでね、たまたまなんか喋っててちょっとね、多分ね、はい、それなんだよねって人が いるんだって。だけど言いづらいよねっていう話になって、だいたい男性の更年期障害っていう言葉があんまり知られてないから、結局はその前に、うつなんじゃないって言わなくちゃいけない、ハードルが高いよねって。でもその先にうつじゃなくて、男性の更年期障害なんだよって行くのにすごい長い道のりがまだ必要だよねって話をしてる。なるほど。さっきね、うつはね、少し話しやすくなりましたよね。だけどさ、やっぱりまだうつかもっていうと、ちょっと、まあちょっとそうですね、まあ、がんほどではないけど、うつかってちょっとね、治らないとか、ね、イメージがね、まだね、だから、まあね、間違いなく病気ではあるから ね、 ね、だからこれを私たちの力で何でもないって、治んだよって、どっちかなって、それうつじゃないよ、更年期腸の方だよとかっていうになるまで、そうですね、やっぱり今度ちょっと話したいことに思いついた。よかった、それね今日は無理だよあと20分いけるんでしたっけいけないよ、もう帰る時間だよ。どんな風に患者さん導入してるかって話思いついた俺今。本当よく話することじゃあ2月の1週目だな。はい、あ、2月の1週目、2週目、2週目、あ、2週目だ、はい、ゲストいいですか。いいでしょ。一週目ね。一週目ね。一週目でしょ。一週目、一週目でしょ。一週目です。15分。15分。何の一週目でしょ。一週目だよ。今日3週目でしょ。
そう三周目。奇数だっつってんの。そう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 覚えとこうよ。みんなして。そうそう。奇数だから。ね、はい。ゲストさんがいらっしゃるの？ゲスト。大変？どんな感じの？面白い。面白い。本当？面白いって。いや面白いって言っていいの？興味深い。興味深い。楽な表現。え、理事長くんより面白い人来るの？はい、そうです。あら、やだ。先輩です、僕の。本当？はい。あら。素敵な。開業している精神科の先生。ちゃんとしてんじゃん。ちゃんとしてます。笑わないでください。僕の先輩、ちゃんとしてないみたいな、その、印象操作やめてください。すごいちゃんとしてます。本当？はい。楽しみ。はい。はい。お楽しみいただけたら。じゃあ、帰る時間だよ。はい。はい。ね。音楽も上がってるし。音大きくなった。それでは、出発いたしまーす。また来て、ちゃんと来てください。ちゃんと来ます。時間通りに。はい。